ちなみにあの自分がオーディチームに入って後悔してることは、うん、あのたまに、うん、あ、まあ、基本やっぱり14チームの中で毎日が完結していくじゃないですか、はいはいはい、でたまに、うん、あのまあ、外の会社の方とこうお会いする機会があった時に、あまりにもあの社会人スキルが育ってなくて、はいはいはい、あの名刺交換とかそういうところでこう自分がってこと、はい、自分がこうわたわたしちゃうのが、はい、まあ、後悔してるっていうか、はい、そういう風になるとなってしまうな。それってさ、はい、俺ねすごい本当そういう時、はい、本当思うんだけど、はい、えなんでさ名刺交換やり方で検索しない？いや検索するん、うん、出てくるんじゃん。する出てくるんですけど、うん、そうやっぱりやっぱ緊張してるから、しかもいい大人になってしまったので、おう、そういうことちゃんとできなきゃこう恥ずかしいみたいなところで、まあ、しかもね結構な人に会ったりするからね、はい、急に、はい、っていうところでそういうのがあんまり育たないっていうところは、はい、はい、なるほどね、はい、あります。まあまあ、はい、開発あるあるだよね。そうです、そうですね。多分あのね、一番面白いのが外部の人と打ち合わせするって言ってんのに名刺忘れるやつの率がすごい高い。あ、名刺ってこういう時に使うもんだったみたいな、はい、あの最初に名刺渡されるんですけどほぼ使わないかな、うん、あの、はい、第5ビジネスディビジョンから今第3開発事業本部になってるじゃん、はい、多分第5ビジネスディビジョンとしての名刺渡されたけど1枚も使わないまま、はい、第3開発事業本部の名刺に変わった人、はい、たくさんいると思う、はい、あるあるですね、はい、